ドミンゴはね、ドラゴンで一番汗早かったと思う。多分過去一番オリンピックに近い選手でしたね。あれね、俺見せてあげたかったんだけど、2月の沖縄キャンプの時にピッチャーはあの陸上競技場でランニングするじゃん。陸上競技場、はい、あります。向こうで本当のもう日体大かなんかが陸上の練習してる、はい、100メートルかなんかをこう相当速いですよ、全力で走っとったのね、はい、そしたら当時のグスマンが200メートル勝負したんですか。200m からこう助走つけてきて、はい、で途中から 100m 全力で追い越して最後本読んでるようなゴールしてさそんな本読んでるゴールはあれですけど、測ったら実際11秒切るかそれぐらいのどんなに速いのって言って、多分あの遺伝子調べたらオグリキャップの違い、僕はもう入ってたと思うね、ある意味 ねもう入ってたよ、多分日本人じゃないですし、うん、外国人でもないですよね。